どうもこんばんは。こんばんはね、こんにちはですね。じゃあどっちだよ。です。はい、雷王子だよ。はい、今日は特別に、まあ、コラボ動画なんですけど、いい沖縄雷王子だよ。はい、つぐチャンネルの皆さん、こんにちは。雷王子登録してますか？うちのつぐきがいつもお世話になってます。はい、今日は普通に、今日は対談ということで、つぐきチャンネルさんに私、はい、登場させていただきます。はい。、はい、今日はあれですね。はい、沖縄どうです？沖縄は、はい、とりあえずあそこ、あそこ泊まったんですよ。はい、なんだっけ、女村、女村ですね。女村、女村に泊まってて、はい、思ったより那覇とかもすごい都会でしたね。そうですね、一応那覇も大都会でも、うん、沖縄で一番大都会だと思いますね。他はそんなに、まあ、田舎もあれば、まあ、都会もあるみたいな感じですね。なるほど、なるほど。で、結構もう今日美ら海とか、はい、ハードロックの方も回ったんですけど、はい、なんかいつも通訳の映像を見てたら、はい、部屋じゃないですか。そうですね。なんかイメージとして、はい、沖縄ってもっとなんていうかな、そんな渋滞もないようなイメージがあったんですけど、まあ来てみたら相当な街ですね。結構車も、この今アメリカンビレッジももうすごいですしね。ほんとこっちはもう車多いですよ。はい、車多い。もう58号線全然動かなくて。そうですね、はい、もうさっきも言ってたんですけど、ちょっと混んでましたね。ああ、そうなんですね。はい、まあ、YouTuber 始めたきっかけ、 YouTuber 始めたのは、はい、4年ぐらい前に別なチャンネルで旅動画を、旅へ行くときに旅動画やったのが初めてだったんです。はい、ああ、そうだったんですね。そうです、はい。まあ、僕はまあただ動画やってみたいなってやって、はいはいはい、ただまあこれも話してみたいって言って動画あ、で、ね、でもあれですもんね、はい、毎日コツコツやってますもんね、はい、本当に。まあ、特に政治的なお話とか、まあ芸能の話で、まあ関はまるまるの息子ですと。なるほど。本当これあんまやらない方がいいかなと思ったんですけど、もう視聴者を楽しませるため。ああ、まあでも今流行りっちゃ流行りですよね。そうですね。でも僕つゆ君最初見た時に、はい、あ、この子絶対いつか爆発するなって俺思ったん で、 そうですか。だからこうちょっとね、はい、失礼だったんだけど、はい、いじらさせてもらったりして、そういうのがあったんで。富田裕二さんもなんか、うん、伸びてきてますよね。まあ伸びてたんですけど、はい、そう、収益化停止になっちゃってね。はい、うん、今もう一からどうしようかなってこう迷った時に、はい、まずはやっぱり沖縄来てつぐき君とコラボだろうと、そうですね、まあ、そういうことでね、はい、やってきたわけですよ。はい、まあ、まさか雷王子さんと本当ですね。まあでも話すと思わなかった。まさかまさかこんなになるとは思ってなかったですけどね。もう本当初コラボなんで、YouTube の方、いやいや、そうですよね、面白かったですよ、まあ、本当にね。以前はまあ、うん、あのビッグダディっていう、うん、配信した教室さん、ご存知ですかね。あの、え、ビッグダディ、はい、誰ビッグダディ、なんか大家族のメガネ、ああ、してます、してます。あの方のお店に来て、うん、まあ、コラボみたいに、あ、したことがあるんや。あ、有名な人の子に行ったことがあるとね。なるほどね。ああ、そうかそうか、結構一応伸びましたけど、ね、ああ、そうなんだね。はい、ただもうこれからは、はい、まあ、有名なところに行くっていうよりも、はい、有名になりたいやつ、俺とつぐきにコラボいつでも頼んでくれば受けて立ってるから、お前そうですよ、はい、受けて立ってるぞ。はい、はい、まあそういうことですね。そういうことらしいです。はい、まあこれからもどう YouTube とか始め、まあまあ YouTube は続けますね。とりあえずまあ続けてますんで、つぐきチャンネルをご覧の皆様、はい、ぜひ雷王子の方も登録よろしくお願いします。はい。つぐき君の方もよろしく。です。今日はもうこれで撮れたらしいです。終わります。はい、ではまたご視聴ありがとうございました。では失礼します。ナンクルナイサー。